はい、まず麦から入れていきます。茎のところはギリギリまで切ってグルーで固定していきます。グルーは麦の半分ぐらいに乗せていただき、で節句の上に乗せます。同量に4本、隙間なく埋めるっていうのがポイントになります。なのでぎゅうぎゅうに詰めた方が出来上がりが綺麗です。じゃあ2段目いきますね。2段目も同様です。小麦にグルーを乗せて1段目の上に置いていきます。4本目しっかりと入れて、で小麦は完成です。で小麦の下、ここですね、こちらワイヤーをグルーでしっかりと固定して、ここにグルーを少し乗せますね。これもすごくね壊れやすいので、もう優しくで大丈夫です。あんまりギュギュしなくても大丈夫で、続いてじゃあここですね、ここは千日紅とミニバラで埋めていきます。ここもしっかりと隙間なく入れていきます。ちょっとね、花材の大きさ長さがかなり重要になってくるので、同じお花でもできるだけ大きさが揃ったものを入れていくと綺麗に仕上がります。でこのようにここも隙間なく埋めるっていうのがポイントになります。で高さを必ず揃えてあげる。でそうするとやっぱり綺麗なお菓子の詰め合わせのようになるので、理想はそこですね。でこんな感じでここは完成です。じゃあ次縦のラインなんですけど、たたりかはこのように短くカットしていただいて使っていきます。たたりかはお花の白い部分をきれいに見せるために、斜めに刺していきます。スライドするように上から下へと、これもそうですね、同じ高さになるようにサクッと刺してあげます。これくらいですかね。では、次真ん中の列ですね。真ん中の列はこの黄色いお花にします。と茎が弱いものに関してはそのまま刺さらないので、ワイヤリングをしていきますね。ワイヤーをかけてしっかりとして刺していきます。これくらいかな、半分よりちょっと下ぐらいまでいったら OK です。でここ余りは赤い実にします。カットしていただき使っていきます。ちょっとね赤い実取れちゃうので、取れたものはグルーをつけて絡ませるように置いてください。これくらい詰めていきますね。では隣ですね。隣は木の実にユーカリの葉っぱを巻いて固定していきます。木の実に巻きます。お尻にグルーをつけて、ドライでもね意外と曲がってくれるんです。そうですね、もう一ついきましょうね。でここが完成ですね。でその下にポアプランツ頭だけ使っていきます。こちらもお尻にグルーを乗せて立てかけるように置いていきま す, です、ね、横のラインいきますね。ここはアンバーナッツにします。不安定ですので、ここも少し節句と接する面にグルーをつけてグッと入れていきます。でこの空いたところはモスをこれ置くだけで大丈夫です。意外とね落ちないんですよ。しっかりと入れていきますね。はい、では一番下の面ですね、大きいんですけど、ここを3等分に枝で区切りました。まず大きい三角ですね、ここを作っていきます。穀物ですね、穀物もこう長めの穀物何でもいいです、探していただいて箱のサイズにカットしていきます。ここですね。
で、ワイヤーを U の字に、曲げていただき、U ピンを作ります。で、これをもう見えないように穀物の中に茎があるので、ここに刺して隠していきますね。大体2箇所でいいです。しっかりとも固定できました。で、次、オレンジですね。で、これは節句と接する面にグルーで固定していきます。入りました。で、ここですね、小さいんですけど、ここにオクラを入れていきます。2本。オクラもグルーをつけて節句にしっかりと固定していきます。ここのポイントも隙間がないように入れてあげることがポイントとなります。では、あと、下の三角ですね。ここもワイヤーがついてますけど、麦わら菊ですね。これもですね、これくらいでしょうかね。カットしていただいて、ここね、ちょっとね、抜けやすいので、これに関しては、ワイヤーにグルーをつけて固定していきます。麦わら菊のこうボリュームがどうしても重なると、ぶつかり合って飛び出してくるんですよね。なので、ちょっとここはね、しっかりと、はい。で、一番下の三角が出来上がりました。そしたら、ここですね、最後。ライスフラワーなんですけど、ライスフラワーも茎では刺すのがかなり難しいので、これもワイヤリングをして準備しておきますね。束ねていただいて、お花から下2センチぐらいのあたりですね。ここにワイヤーをかけていきます。ですね。こちらも優しく刺していきます。やっぱり経年変化を楽しめるところかなと思います。いろんな個体差があったり、形が綺麗とか、なんかそういう振り分けをしないような植物が特に好きなんで、それが世界より長く楽しめるっていうのは魅力の一つかなと。例えば同じ大きさの綺麗なお花が10本入ってるよりも、まあもう本当に永久品、B 級品、まあ、ごちゃ混ぜに入っているようなものが特に好きで、皆様にご案内するまでって、なんかまあ陰で見えないところで、まあ、一人で時間もないしご案内できるかなっていう、なんかプレッシャーが大きいんですけど、やっぱり当日を迎えて、なんか皆さんと同じものを作って、もうその最中やっぱり皆さんも笑顔だし、あと何よりね、なんかこう終わった後にメールくださったりとか、飾った写真とかねくださったりすると、はもう本当にやってよかったなって。私が皆さんには大体もう3ヶ月から半年ぐらいですよってお伝えしてるんですけど、もうなんか私2年とか飾ってますとか。でもやっぱそういうのも嬉しいですよ。